んと説明会にご参加いただきましてありがとうございます。本日司会進行を務めます学務課の後藤と申します。それでは、資料の確認をさせていただきます。まず、次第、それから令和5年度小金井市特別支援学級特別支援教室設置校 A3 の大きさのものが3枚ですね。それから、令和5年度小金井市特別支援教室小中学校特別支援教室に関わる主な先生たち、小金井市立小中学校特別支援教室、令和5年度小金井市の就学相談について、令和5年度小金井市就学相談の流れ、よくいただくご質問、教育相談所の地図、最後にアンケートのお願いになります。資料の方はお手元大丈夫でしょうか。それでは早速次第に沿って進めていきたいと思います。まず学務課長より挨拶を申し上げます。皆様、こんにちは。本日は、お天気が、わしもとの悪い中、説明会に、ご参加いただき、また、動画配信をご覧いただきありがとうございます。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。改めまして、学務課長の元木でございます。皆様方におかれましては、来年、小学校、中学校にご入学予定の、お子様がおられることと、存じますが、教育委員会として、健やかな学校生活が送れるよう、努めてまいります。皆様方にはご事情によりお子様の学校生活に、ご不安を、抱えておられる方もいらっしゃるかと思いますけれども、明日、5月16日から、順次始まる、就学相談を、丁寧にお受けさせていただき、いただきます。まずは本日の就学相談説明会、事前説明会によりご不安が少しでも解消されれば幸いでございます。今後ともよろしくお願いいたします。大変申し訳ありません。本日他の公務のためここで退席をさせていただきます。失礼いたします。それではこんにちは。私小金井市教育委員会統括指導主事の田村と申します。私からはまた説明をさせていただくんですけれども、また画面を見たり資料を見ていただくということがありますので、このまま座って説明させていただきます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。それでは私からは小金井市における特別支援教育の取り組みについて説明いたします。資料を表示しましたのでご覧いただければと思います。画面上はカラーでお示ししているんですが、お手元の資料は白黒となっております。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。まずはじめに市の特別支援学級特別支援教室の設置校について説明をいたします。特別支援教育と言いますが、特別支援学級特別支援教室と異なった名称のものがございます。大きく分けると固定学級と通級指導学級の2つの区別があります。固定学級はその学級に在籍し、その学級の中で全ての授業を受けることになります。一方の通級指導学級ですが、通常の学級に在籍しながら週に1時間から2時間程度別の教室で特別な指導を受けるということになります。それではまずはじめに固定学級知的障害学級についてお話しします。小学校に関しましては資料の下の方の真ん中ですね、少し拡大します。こちらになりますね。
小金井第一小学校梅の実学級、小金井第二小学校桜学級、東小学校ひまわり学級、中学校におきましては小金井第一中学校の G 組、小金井第二中学校の6組があります。画面で地図上にもこう載っています。資料でもあのご確認いただければと思いますが、小金井市を地域で分割しておりまして、小学校では北側にあるのが第二小学校の桜学級、そして市内の真ん中あたりにあるのが第一小学校の梅の実学級、東小金井駅方面の東小学校にあるのがひまわり学級になります。中学校に関しましては北側に第一中学校の G 組、市内の中央に第二中学校の6組になります。これらは基本的には学区域、住所等でどちらの学級に在籍するかということが決まっております。知的障害学級、知的障害の固定学級は小学校では基本的な生活習慣の確立、体力づくり、日常生活に必要な言語や数量、生活機能、技能などを学ぶ学級になります。中学校では小学校の学びをさらに充実させて、社会生活や職業生活に必要な知識や技能などを学ぶ学級になります。こちらの学級では必要に応じて特別支援学校の教育内容等を参考にしながら、小集団の中で個に応じた生活に役立つ内容を学ぶことになります。今ご説明したのはまずは固定学級、知的障害の学級になります。もう一つの固定学級で自閉症・情緒障害学級、資料の左上になります。こちらが小金井第一中学校の I 組です。詳しくはこの後またお話がありますが、通常の学級と同じ教科等を学ぶ中で、それに加えて対人関係の形成や生活の中での困難さの解消などに関することを学びます。また心理的安定であったり集団参加に関することも学ぶ学級となっております。今ご紹介した学級についてはその学級に在籍することになりますので、お間違いのないようにお願いいたします。次に通級指導についてご説明いたします。通級指導の教室、学級についてはまずはその資料左側に載っておりますが、特別支援教室として大空教室、日だまり教室、クジラ雲教室が小学校にあります。中学校はコスモス教室があります。大空教室は第二小学校、第三小学校、緑小学校で第二小学校が拠点校となります。日だまり教室は第四小学校、前原小学校、本町小学校で第四小学校が拠点校となります。クジラ雲教室については南小学校、第一小学校、東小学校となり、南小学校が拠点校となります。中学校については緑中学校が拠点校となり、他の4校が中間校となります。こちらについても別の資料でまた詳しく説明させていただきます。この特別支援教室ですが、通常の学級で週のほとんどの授業を受けます。ただ週に1時間から2時間程度ですが、適切な人間関係を築くこと、また
個々のお子さんの困難さを解消するための指導を受けるというような教室になります。こちらの教室ですが、学習の遅れ、勉強を教えてもらうための教室ではございませんので、ご注意いただければと思っております。同じく通級指導学級のもう一つとして、左下になります。難聴・言語障害の通級学級があります。こちらは第二小学校の児玉学級のことを指しております。特別支援教室と同じように通常の学級でほとんどの授業を受けながら、児童が週に1回から2回通って聞こえと言葉の指導を受ける教室です。一人一人の状態に応じたプログラムを作って指導をいたします。今お話ししました特別支援学級、特別支援教室、そして難聴言語の通級指導学級、児玉学級、これらが小金井市に設置してある特別支援教育の学級、教室です。先ほど、お話ししました固定学級についてですが、先ほどお話ししました資料の一番左上にあります、こちらの中学校の固定学級、第一学校愛組に関しましては市内1校しかございませんので、市内全体から第一中学校に通うということになります。それ以外の固定学級に関しましては、先ほどお話しましたお住まいの住所で受け入れる学校が違いますので、ご注意いただければと思っています。そして右側にはですね、こちら右側の方には教育相談所、児童発達支援センターキラリ、子ども家庭支援センターの情報を載せておりますので、お子さんの発達等についてご心配なことがある際は、ぜひこちらに書いてある相談室がありますので、ご活用いただければと思います。それでは、次の資料をご覧ください。こちらの資料になります。令和5年度小金井市の特別支援教育小中学校、の少し具体的なお話になります。資料の左上ですけれども、ね、はい、まず通常の学級においては、教員1人に対して子どもたちが35人以下もしくは40人以下で学級が編成されています。こちらにつきましては、全校に子どもたちの教育的人数を支援する支援員を、現在市内各校に1人ずつ、配置しております。真ん中の商談になりますが、先ほど、ご説明しました小学校の知的障害固定学級、中学校の知的障害固定学級、そして自閉症情緒障害学級につきまして、こちらは先生が1人に対して、子どもたちが8人以下で学級が編成されます。学級に所属する子どもたちが9人から16人までの人数であれば先生が2人ということになります。こちらの学級に関しましては、小金井市といたしましては介助員を配置しております。小学校の第一小学校、第二小学校、東小学校については各学校2人、中学校の第一中学校、第二中学校につきましては各学校1人の介助員、そして第一中学校につき関しましては I 組、G 組に1人ずつ配置しております。資料の右上をご覧ください。こちらは東京都立の特別支援学校を参考としてご紹介いたします。後ほど小平小金井の特別支援学校から詳しくお話がありますが、教員1人につきましてお子さんが6人以下の体制で指導しております。
都立小金井特別支援学校、小平特別支援学校、府中手焼の森学園と記載していますが、お子さんの状況によって、適した就学先が違いますので、ご注意ください。これまでが固定学級の話になりますが、続いて資料左下になります特別支援教室について説明いたします。こちらは大空教室、クジラ雲教室、ひだまり教室、コスモス教室になります。先ほど説明したように、通常の学級に在籍しながら週に1時間から2時間程度特別な指導を受ける教室です。こちらは市内の学校すべてに教室が設置してあります。例えば今在籍している学校から違う学校に移動する場合、保護者の引率が必要になりますけれども、そういったことをせずに校内で休み時間に教室を移動して別教室等で1時間の指導を受けて、休み時間にまた自分の在籍する学級に戻るというようなものです。友達の気持ちを想像することが苦手、コミュニケーションの面で苦手なことがある、板書ノートに書き写したりするのが苦手など、取り組む際に本人が困っていることを解消するための指導になりますが、お子さん一人一人に合わせたやり方で特別な指導で学んでいきます。その結果、友達と話せるようになったり、自分の力で上手にノートに書けるようになったりするというような自信がついたら、この特別支援教室からは退出となります。こちらが各学校に設置されている特別支援教室です。では資料を右下ですが、先ほど説明しました聞こえと言葉の教室です。こちらは全校にあるわけではなく、小金井第二小学校のみにありますので、他の学校からこの指導を受けたい場合は、保護者の方の引率のもとで第二小学校まで通っていただき、指導を受けてまた在籍校に戻ってくるということになります。こちらについては第二小学校のみですので、市内全域の学校のお子さんが対象になります。難聴であったり言語、喫音等言葉の指導が対象となります。こちらも自信がついたら退出となります。続いて資料、次の資料に移ります。こちらの A4 の資料、ちょっと順番が近くかもしれないですけど、こちらの方を次ご覧ください。お願いいたします。こちらの資料ですが、特別支援教室についてもう少し詳しい説明になります。お子さんに例えば次のようなことがある場合、環境の変化、予定の変更などが受け入れられず興奮したりパニックになったりする、友達と話しているときに自分のことばかり話してしまい止められなくなる、自分の思い通りにならないときに動き回ったり固まって動かなくなったりする、気分の浮き沈みがあり悲観的になったり考えることができなくなったりする、1週間のスケジュールを立てて余裕を持って準備をするなど見通しを持つことが苦手である、といった様子が見られた場合はぜひご相談していただければと思います。また学校から特別支援教室をご紹介するという場合もあります。特別支援教室ですが、こちらに書いてある通り、自信や意欲が回復するように小さな成功体験を積み重ね、子どもたちが自信を持って臨めるようになったら退出するという教室になっています。先ほど申しました週に1回1時間から2時間ほど、この特別支援教室で受ける授業のために、その在籍学級での授業がその時間だけは
その受けられなくなりますので、こちらはご注意ください。この特別支援教室ができる前は、先ほど の難聴言語指導学級と同様に、設置している学校以外のお子さんは、その設置している学校まで保護者の付き添いのもと学校に通って指導を受けるということを行っていたんですけれども、そうですね、例えば1時間や2時間指導を受けるのに、移動の時間を考えると長い時間自分の在籍する学校を抜けることになって困ってしまうということがあったんですが、全校にこの教室ができたことによって、その休み時間に教室へ移動できるようになって、保護者の方の引率の負担も、なくなりましたし、またその子どもたちもより多くの時間自分の在籍学級で授業を受けられるようになりました。先ほど、説明いたしました学校教室名と拠点校と巡回校につきましては、こちらの表の通りです。イメージといたしましては、拠点校にいる巡回指導教員が拠点校の指導と合わせて、その巡回校に巡回して指導を行うというような形になります。中学校に関しましては、緑中学校から第1中学校、第2中学校、東中学校、緑中学校に教員が移動して、子どもたちはその学校の中で指導を受けるというような形になります。そしてその、特別支援教室はどのようなお子さんが対象になるのかというところですけれども、こちらは通常の学級に在籍し、知的な発達の遅れがなくて、通常の学級での学習に基本的には参加できるものの、社会面等に課題のあるお子さんが対象になります。入室する際には、指導を受けるにあたって入室審査を行います。その際、発達検査の結果であったり医師の診断書等の提出と必要になることがありますので、ご承知おきください。ここでいう通常の学級での学習に基本的に参加できるというのは、自分の在籍する学級での授業を受けているという状態のことですので、例えば別室で過ごしている状態であったり、学校に通えていない場合につきましては対象となりませんので、ご注意ください。それでは裏面をご覧いただきますと、特別支援教室で学ぶ主な内容が書いてあります。ここには代表的なものを書かせていただきましたが、お子さんの抱える困難性の状況に合わせて、そこを克服して少しずつ自信が持てるようになる指導を、しております。米印の2つ目になるんですけれども、教科の内容を補充するための指導や学習の遅れを取り戻すための指導は行いません。例えば少人数や個別で勉強を見てくれるんですよねというようなお話やご質問を受けることがありますけれども、そういった指導を行う教室ではありませんので、その点誤解のないようにお願いいたします。続きまして、こちらについては特別支援教室の利用開始に向けてどのような手順が必要かを載せてあります。こちらは今学校に在籍している場合の手順を載せてありますが、ご入学前のお子さんの場合につきましては、教育委員会の学務課は、就学相談担当の方にまずはじめに、電話をしていただきまして、ご相談するというところからスタートいたします。入学前に、この手続きが順調に進んでいくと、審査が通れば、4月からこの特別支援教室の指導を受けられる場合があります。ただ初めにもお伝えしましたが、特別支援教室はずっと長く在籍する教室ではございません。特別な指導を受け、子どもたちが在籍学級でも十分にやっていけるよというような自信がついた場合は退室になりますので、ある一定のですね、その期間
を設けさせていただいています。こちらですね。原則としては1年間になります。しかしその在籍学級における適用状況等を鑑みて延長する場合もあります。この点については資料に書いてありますので、また後でお読みいただければと思っております。それでは最後の資料、また戻っていただくことになると思うんですけれども、になります。特別支援教室に関わる主な先生たちを資料の一番上に載せております。校長、副校長、学級担任、特別支援教育コーディネーター、巡回指導教員、特別支援教室専門医、臨床発達心理士等、小金井市教育相談所の臨床心理士、特別支援学校のコーディネーターと関わるメンバーが本当に大勢おります。ただ中心となって主に、関わってくるのはやはり学級担任であったり、学校全体の特別支援教育をコーディネートする、コーディネーターの教員、また実際の指導にあたる巡回指導教員がまさに基本的には関わる中心になって関わることになります。この中段から下段にかけまして、ですが、こちらに関しましてはどのような関係になっているかというのを示した図になります。まず左側ですね、こちらについては在籍している学級において担任・巡回指導教員が連携する様子ですね、こちらを示しています。学級担任の教員と巡回指導教員が連携して指導の工夫等の助言等を行ったりしています。こちら右側に移りますと、こちらは特別支援教室について示しています。週に1時間から2時間こちらの特別支援教室で指導を受けるということになります。お子さんが抱える困難さや課題の改善、また克服にターゲットを絞った指導を必要な期間行うことになります。下につきましては特別支援教室に対して専門家による助言やサポートが入ります。また校内委員会といいまして、各学校においてお子さんの指導の充実を図るためにはどのように指導支援を行っていけばよいか話し合うというような委員会があります。そして大切なこととして、教員の理解促進と指導力の向上が重要になってきます。特別支援教育に関わるのは一部の担当の先生たちだけではありません。在籍の学級担任も含めて全教員が特別支援教育に関わる必要があると考えております。教育委員会といたしましても、教員一人一人の特別支援教育に対する理解促進と指導力の向上を図っていくように努めております。資料に掲載しているものにつきまして一部お話を割愛させていただいた部分もありますが、私からは小金井市における特別支援教育について、学校の配置や制度、また関わる先生方についての概略をお話しさせていただきました。以上となります。ありがとうございました。しております。続きまして、小金井第一中学校自閉症情緒障害学級浜浦教員よりご説明をさせていただきます。指導については、黄緑色の、A3 のプリント、それからオレンジ色の A3 のプリントにて配布をさせていただいております。お願いいたします。はい、こんにちは。小金井第一中学校の相国で担任をしております浜浦と申します。よろしくお願いいたします。今日は相組でどういう生活を生徒たちがしているのかというお話を中心に、それから先ほど説明がありました知的固定学級、相組の一中の G 組と、それから
二重の6人と歩みはどう違うのかなっていうところを中心にお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、はじめに一中愛組についてお話しさせていただきます。緑色の学級要欄をご覧になりながらお聞きください。はい、小金市愛組はコミュニケーションなどの面で通常の大きな集団での生活が難しく、小集団での活動や個別の支援が必要な状況にある生徒たちのために、平成25年4月に設置された固定式の特別支援学級です。入級の際には医師の知的障害のない自閉症であるという診断が必要となります。大きな集団での生活が難しいというのは、具体的に言うとですね、ざわざわ、がやがやが苦手であったりですとか、あと通常学級で40人で生活していますと、やっぱりこう大きな声のお子さんですとか、大きな音とかですねが、まあ、日常の中であるのが当たり前だと思うんですけれども、そういうところにすごく苦手を持っていて、落ち着いた環境で学習を進めていくことで学習の習得が進むという生徒さんが対象になっております。はい、今年度は1年生が4名、2年生が3名、3年生が4名、11名で学級として生活をしています。はい、教育課程ですけれども、各教科の指導に自立活動を加えた、自立活動、各教科の学習、それから交流および共同学習の3つが教育課程の基本となっています。自立活動というのは何かというと、学習上または生活上の困難を改善克服することを目的とした活動です。小集団での活動や生活を通して情緒の安定を図り、社会で利用するためのスキルやコミュニケーション力を養っています。具体的には困難が生じる場面を想定したロールプレイですとか、それからコミュニケーションや自己コントロールを目的とした小集団でのゲームなどを行っています。はい、各教科の学習です。基本的には通常の学級に準ずる内容で、9教科の授業を愛組の教室で基本各学年ごとに行っています。準ずるというのは、先ほど申し上げました自立活動の時間を週に2時間設けておりますので、その分通常の授業が2時間分割愛されているという意味で準ずるという言葉になっておりますが、実質は9教科の授業を時程も通常級と全く同じ時程で各学年の教科書に沿って行っています。個別での教科指導は一切行っていません。学級欄の中に生活時程と時間割り入れを載せてありますので参考にご覧ください。一中では今日明日ですね、1学期の中間講座が行われていますけれども、愛組の生徒も同じ日程同じ時程で中間講座を行っています。成績も同じように観点別評価と5段階の評点がつきます。学習指導要領に沿って教科書通りに授業が進んでいきますので、通常の生徒ももちろん同じですけれども、学習で苦手な教科には苦しんでいる子がたくさんいます。はい、はい、これらの愛組の中での活動を通して成長していくんですけれども、その成長を発揮してより大きな集団での適応を目指して取り組んでいるのが交流および共同学習ということになります。具体的には行事、それから授業で交流学級の活動に参加するもので、生徒の集団適応の状況を考慮しながら参加できる場を増やしています。一中の学校行事としては春に運動会と秋に合唱祭という大きな行事があるんですけれども、そこでは交流級の一員として活動に参加しています。生徒一人一人が通常学級にクラスを持っていますので、そこのクラスの一人として運動会や合唱祭、合唱コンクールですねには参加をしています。それから各学年の行事ですね、1年生は一中では校外学習、2、3年生は宿泊行事があります。これも、同じように参加を同じ日程で参加していくんですけれども、
2泊3日ずっと通常学級の中に、ここで入るのは苦しい子もいるので、班行動の中は歩み班として行動しているのがベースになっています。はい、それから保護の学習状況を見ながらですが、特に3年生はその先の進路を考えた時に、その相組での小さい集団で自分はやってきて高校で大きいところに入っていけるんだろうかっていう不安を抱える子がたくさんいますので、そこに見通しを立てて特定の教科について通常学級で授業を受けるという生徒も、います、はい、これが、交流及び共同学習という考えです。で今出ました卒業後の進路なんですけれども、基本的には通常学級で行っている進路指導と全く同じことを行っています。なので、都立高校の普通科専門学科総合チャレンジスクール、カレッジスクール同じです。私立高校でも普通科、それから私立通信制高校サポート校など進学先は様々です。ただ今申し上げました通り、小さい集団で3年間過ごして急に全日制の普通科に行って、入学段階の入試への不安ももちろんあるんですけれども、入学後に自分はやっていけるんだろうかっていう不安はですね、漏れなく毎年3年生は全員抱いてですね、でいろんな学校を見学通して自分の適性を考えて、もう少しこう小さい集団で芯があるところっていうふうに選んでいく子も数としては多いです。学校での進路に関する学習や進路相談は通常学級と全く同じ内容で行っています。自分の適性を考えて進路を選択し、志望先に合わせそれぞれが受験勉強や作文や面接練習に取り組んでいるのも通常学級の中学3年生と同じです。はい、という愛組での生活なんですけれども、私たち一緒に過ごしていてですね、長所と短所があるなっていうのをすごく感じます。で通常学級よりも人数がすごく少ないので、先ほどのガヤガヤザワザワを避けられたりとか、突発的に大きな声をドンって出してしまうような子はいないので、落ち着いた環境で生活ができて学習も取り組めるというのは、長所かなと思います。また、生徒の人数が少ないので、細かな支援ができる可能というところも長所かなと思います。ただですね、大人の目が行き届くのは保護者の方はすごく長所とおっしゃってくださるんですけど、生徒はあんまり長所と思ってないんじゃないかなって思いますが、はい、ただですね、そういう長所がある反面、やはり中学3年間でクラスや学年での取り組みで得られるこう達成感ですとか喜びを味わう場面というのはやはりどうしても少なくなってしまいますので、そういう経験値としては得られないものもたくさんあるのはデメリットかなというふうに考えています。でこういうことをですね、まずきちんと理解してもらって入級するということがすごく大事かなと思っています。それで小学校の就学と違って、もう中学校就学の段階で小学校6年生なので、本人の意思というのがだいぶはっきりしている生徒さんもたくさんいますので、相組に入級することを生徒自身が強く望んで、最終的に本人が決定して入級してくるという過程がすごく大事だなというふうに思います。そのためには見学を、学級の見学を随時受け入れていますので、ぜひ行ってほしいなと思っております。今年度はちょっと見学対応の関係で、まあ、基本的には火曜から木曜の午前中に見学の受け入れを歩みではしています。で3学年授業をやっているので、それぞれ、5分ぐらいずつぐらい授業の様子を見ていただいて、それからこちらからちょっと学級の説明、概要を説明させていただいて、もし必要があれば生徒さんの様子を伺ってっていう内容で、大体1単位時間ぐらいでの見学を受け入れています。納得いくまで何か見に来ていただいても全然構いませんので、ぜひ見学をしてください。
で見学のルートですけれども、まずは在籍校の小学校の担任の先生にまず必ず相談をしていただきたいということです。で在籍小学校の副校長先生から一中の副校長まで見学の希望を伝えいただき、その後ですね、私たちと直接日程の調整をするという流れで見学の受理をしております。ぜひですね、見学していただいて本人がここで頑張りたいっていう意思を持って入居してもらえると、その後の3年間が有意義に過ごせるのではないかなと考えております。はい、続いて簡単ではありますけれども、同じく一中に設置されています G 部員についてのお話を少しだけさせていただこうと思いますので、オレンジ色の給与欄をご覧ください。はい、G 組は知的障害特別支援学級です。対象となる生徒は基本的には留置手帳の種類の一つである愛の手帳を持っている生徒、それから医師の診断で知的障害がありとされた生徒となります。で開いていただいて、学校の教育目標は一中の教育目標ですが、その下ですね、学級の教育目標としては、これはですね、高校卒業後に就労を目指すというところからこの教育目標が設定されております。はい、3番に今年度の在籍生徒数が示されています。少人数ですので一人一人にかけられる時間が多く、手厚い指導を行うことができるということです。4番の修辞定です。講師による専門的な教科指導ですね、も行っています。通常学級にない教科としては、日常、作業、生活、職業などが、あります。日常というのは、服の管理や掃除など1日単位で行うような短期間での日常生活に関わる指導を指します。それに対して生活というのは長期間での日常生活に関わる指導、例えば野菜とか花とか植物の栽培などを指します。作業が就労に関する実技的な指導で、職業というのは、家庭科とともに就労に関する調べ学習や、それから職場体験ですね、などの内容となります。はい、次のページ、主な行事です。G 組だけの行事というのがこの中にありまして、4月の校外学習、それから5月の宿泊学習ですね。これは日中の6組と日程を合わせて行ったりもしているようです。それから6月の球技大会と10月のマラソン大会と2月の劇と音楽の会ですかね。これは、多摩地区特別支援教育研究会というところの行事に参加している。でそれ以外に、先ほどアイドルの説明でもありましたが、一中の学校行事ですね、運動会や合唱祭にももちろん参加していて、これはアイ組と違って、G 組は G 組として発表をしています。それから、2、3年生の宿泊行事、2年生の山の移動教室と3年生の修学旅行にも G 組も同じ日程で参加して G 組班として動いています。はい、以上、簡単ではございますけれども、一応愛組とそれから G 組を中心に紹介をさせていただきました。愛組と G 組と両方見学をっていう希望の方もいらっしゃいますので、そういう時も各学級にご連絡いただければ、あ、まずは小学校を通してですね、ご連絡いただければと思います。ありがとうございました。まず受付に関しましては、特別支援学校と特別支援学級をお考えの方は、明日5月16日から受付の方を始めさせていただきます。次に、通常の学級でほとんどの授業を受けながら週に1日間程度の支援を受ける特別支援教室をお考えの方の受付は5月22日から、そして相談をしていく中で今後の就学先を考えたい保護者様は6月5日から就学相談の受付を始めていきます。繰り返しお伝えします。
特別支援学校と特別支援学級をお考えの方は5月16日から、特別支援教室をお考えの方は5月22日から、そしてまずはご相談をご希望の方は6月2日から受付を始めていきますのでお知らせいたします。申し込みは学科型の電話番号にお電話をお願いいたします。受付ではお子様の様子や入学後の心配事などをお伺いします。受付の時間おおよそ20分程度を予定しております。こちらでまずはお子様の様子についてお伺いをさせていただき、お電話での受付は終了です。後日面談日等をご連絡させていただきます。面談は小金井の教育相談所で行います。直接教育相談所にお越しください。教育相談所の地図を資料につけましたのでご確認をお願いいたします。面談の際に届いていただきたいものはホームページの方に掲載をさせていただいております。ホームページの方は小金井市就学相談と検索をしてください。就学相談票、面接票、在籍している幼稚園、保育園、学校と在籍先に記入をお願いする用紙、実態把握票、東京都の様式になりますが医師診察記録をご持参ください。記入様式につきましても ホームページの方に掲載がございますので、そちらをご確認お願いいたします。もしホームページ等で取るのが難しい方につきましては学務課の方でも配布できますので、どうぞお願いさせてください。次に発達検査です。発達検査を病院等ですでに検査すでに検査を取られている方、また発達検査を予定されている方はそちらの結果をご提出してください。検査の目安は1年半以内のものとなります。続きまして、私ども在籍先の行動観察に伺わせていただくことがございます。必要に応じて就学支援委員会の委員がお子様の幼稚園やお子様が通ってらっしゃる幼稚園や保育園等に伺いまして普段の様子を見させていただくことがあります。その際には保護者様に事前に相談をさせていただきます。次に、就学支援委員会の方を、行います。学務課の方で指定させていただいた日、7月から12月に市内の学校にお子様と一緒にお越しいただき、5、6人の小集団での行動観察を行います。なお委員会の委員は学級の先生や校長先生、特別支援学校の先生、臨床心理士の医師等になります。就学支援委員会ではお子さんの行動観察の後に提出していただいた資料や当日のお子さんの様子をもとに、お子さんの可能性を最大限伸ばすための就学先について就学支援委員会の委員で審議をいたします。その結果は翌日お電話でお伝えし、後日書類を作成し保護者の方にお渡しをしていきます。最後、就学先の方を決定いたします。保護者のご意向と就学支援委員会のご提案の内容が相違する場合につきましては、教育相談所や教育委員会、希望校の校長等と相談会を開催するなどして、お子さんの可能性を最大限伸ばすための就学先について決定を保護者の方とご相談をしながら決めていくことになります。今、ご説明したのが特別支援学級と、都立特別支援学校の流れだったんですが、こちらスライドの方で今お伝えしている特別支援教室をお考えの方の手続きにつきましては、学務課で電話受付終了後、教育相談所の相談員から面談のご連絡をいたします。面談の際に必要書類をまたその時にご説明をさせていただきます。
今日で就学相談の流れについて説明は終了いたしますが、お子様の状況、能力、成長もお子様一人一人違いますので、個別のご相談の際に詳しくご説明をさせていただきたいと思います。これからお子さんたちの成長に少しでもお役に立てばと思っておりますので、安心して就学相談にはお越しいただきたいと思っております。以上で説明の方は終了となります。アンケートの方を机上の方に置かせていただきましたので、アンケートの方ご協力をお願いいたします。本日は本日は和仕事の悪い中お越しいただきましてありがとうございました。すいません、はい。